判断になるケースもなくないんで、はい、僕たち2時間に関してはそれをちょっと言ったんじゃないですかね、うん、でも見る感じはなかったですね、はい、名古屋先制して前田もう一度立て続けに決めました。前半の10分前田この試合2ゴール目。前半の10分トヨタスタジアムが拍手で沸きます。まあ、なかなかねそこから突破っていうのはなかなかいけてないですよね浦和は。ここも名古屋がいい奪い方をしました。前を向いたシャビエル、そして前田、前田ハットトリックなるか。シュート落ち着いて決めた。ハットトリック達成。前田直樹今日3点目4対0浦和を突き放しました。インテが冷静にポジションを取ったままです。そしてティーラシン一旦外に出してレウシーニョ、レウシーニョからカルリン、カルリーノシュート、追加点10番カルリーノ決めました。まあ、冷静な、ね、テクニックの部分も見せましたね。チャンスはまだアントラーズ、ヘディングつながった、アブレトラップシュート、素晴らしい左足一閃、泉が決めて先制点は鹿島アントラーズ1対0。ボックス内の混戦の中左足一閃なし。おっと空振り、オレンが来ます。うわ早い、入れ替わったチャンス、運ぶサポートを待ちながらこれは自分で右足、うわレイソル先制、5試合連続ゴールです。一瞬にしてスタジアムが静まり返りました。体の強さがありました。いいボールだが、エブリンだ、パトリックセットプレーで決めました。2対1非常にこのボールも速くて低いボールでしたけども、そうですね、やっぱり振ってますからね。